蘇我助国、蘇我助国から1952年8月15日は、明治から昭和期の陸軍軍人、政治家、家族。最終階級は、陸軍砲兵隊員。貴族院死者区議員。ノリ親ト新郎比久子はひ孫にあたる。兵部将進む、蘇我助ケの,の4、男として生まれる。父の影響に伴い、1924年2月15日。 死者を就職した。1894年、陸軍砲兵少尉に任官。フランスに留学し、1894年、エコールポリテクニック校を卒業し、さらに1896年、フォンテンブロー方工実施学校を卒業した。帰国後、皇族付部官、北京公使官付部官補佐官、陸軍兵器本省検査官などを歴任し、砲兵単位に進級して、 病のため退役した。顧問団の一人として再度フランスに渡り、パリ講和会議に参加した。その後、日本連邦通信社重役、日仏協会副理事長、同理事長、日仏会館副理事長、日仏同志会長、台湾銀行監査役、神戸成功所監査役、日商家再取締役などを務めた。1925年1月、 貴族院支社区議員補欠選挙で当選し、研究会に所属して活動し、1946年5月15日に、貴族院議員の公職を辞職するまで、通算4期在任した。この間、社会政策審議会委員、議会制度審議会委員、国家総動員審議会委員などを務めた。1928年には、フランス共和国レジオンドニュール勲章コマンドゥールを、 受賞した、ありがとうございます。